よっと。はい、どうも、ケンタ店長です。ね、ケンタ店長こと、ケンタザ・ロンリー・ハートでございます。はい。はい、じゃねえよ。ね、あ、今鼻ぶったみたいなやつがかかって。すいません。今回の動画はですね、まあ、なんともない動画ですね。5分ぐらいで、ちょっと終わるショートの動画をちょっと撮りたいなと思いまして、ちょっと遊びから帰ってきて、ね、すぐ、動画を撮り始めました。今。うん、今日はね、ちょっとお台場ね、行ってきて、今、10時半ぐらいか、大体。ね、やることないんで、ちょっと一本動画撮ってから寝ようかなと思って、うん。風邪ひきました。うん。で、今回の動画はですね、何やろうかなと思って、何もやることないんで、買ったものの紹介と、あと、ちょっとね、ラスベガスのお土産で、なんかちょっと面白いお菓子もらったんで、面白くもなんでもないんだけど、ちょっとなんか、すげえまずそうなお菓子もらったんで、それちょっと食べて終わりにしようかなと思って、これ一応レビューの動画みたいな感じで、ね。これ人気のない YouTuber がやると、商品レビューの動画は、こんなにね、悲惨なことになるぞという警告の動画になっております。はい。何が警告かっていうと、俺みたいな底辺、スーパー底辺 YouTuber がですがね、その商品レビューの動画を撮るとですね、再生回数がですね、おそらく多分30回ぐらいで止まって、そのまま多分30回から50回ぐらいのところで推移して、死ぬという動画が生まれるんですよね。おそらく。俺のゲームの実況と商品のレビューの多分動画は、本当に多分50回再生回数いったら、もう万々歳ですね。うん、まあ50回見てもらえればまあいいかなと思って。というわけでですね、今日買ったものはですね、まずこれですね。はい、足です。足ですね、リアルな足。これちゃんと右足と左足。想像を絶するくだらなさですね。すいません。足ですね。はい。これ実はね、前にね、手も買ったの。ちゃんと左手と右手。これ手と足が揃ったよー。ね。ほら。ちょっと後ろ下げよっか、カメラね。ほら、足ね、足と手、気持ち悪いでしょ。ほら、これね、手と足が揃いました。ちっちゃい。で、今日ね、店員さんにね、手もう一セット欲しかったから、手ありますかって聞いたら、手はないですねって言われちゃった。はい、よし。ね。手と足買いました。あとこれ。180円でね、買った。これですね。一体何なのかちょっとよくわからないんですけども。ミュータントっていうか、お化け、エイリアン。ね。手が結構フリーで、こう、動くんで、気に入ってます。ほら。手が動くんですよ、これ。こう。ほら。手が結構動くんですよ、これ。はい、これですね、買いました。どうだ、この想像を絶するくだらなさはね。はい、ここに置いときましょうか。この人、手が邪魔でこいつ立たねえぞ。おい、うわー、こいつマジ使えねえな。え、これ手邪魔でマジ立たないんだよ、こいつですね。はい。でね、ラスベガスのお土産のお菓子がね、これ。ゾンビランドって映画見た方は知ってるかもしれないですけど、トゥインキーだかなんかっていうね、お菓子があったんですよ。で、それを今日紹介しようと思ったんですけど、途中でお腹減って食べちゃって、トゥインキーと一緒にもらった全然わけわかんない、この、スノーボール。スノーボールっていうね、スノーボールズかっていう、なんの、あれでもない、この脈絡もないお菓子の紹介になってしまいました。はい、本当はこのゾンビランドでね、紹介されたのは、ゾンビランドの劇中に、すごい登場したトゥインキーっていうですね、お菓子の紹介したかったんですけども、
2つとも食べちゃったんで紹介できません。はい、というわけでこの一緒にもらったスノーボールズね、ちょっと食べてみましょう。俺の大嫌いなマシュマロ味なんでって、ココナッツ&マシュマロカバードチョコレートケーキ with クリーミーフィリング、めちゃくちゃ甘そうだねこれね。ちょ、邪魔だお前、どけ。ちょっと食べてみましょうね。再生回数30回いったらね、みんな拍手してねくださいね。はい、ちょっと食べてみますね。スノーボール、何この肌触り、キモ。体洗うスポンジみたいな、うわ気持ち悪いこれ。なんだろうこれ、すーげえ気持ち悪い。このしょ、飛ぶ、うわーめっちゃ気持ち悪いし、なんかめっちゃボロ、うわわわわ、こぼれる、なにこれ、裏土、ちょっとこんなんだよ、こんなん、後ろ表面こんな真っ白くて可愛いお菓子なのに、やばいやばい、これ散らばり方が半端ねえ。これいただきます。俺は嫌いじゃないこれ。あのね、でも口に入れた瞬間にもう歯が虫歯になりそうなぐらい甘いね。うん、さすがラスベガス。いただきます。食いにくい。これなんでか知らんけどさ、これまんじゅうみたく包んであるんだったらまだしもさ、なんでこれ表面上だけオムレツ状なの。これ中包んでないからボロボロだよ。これで包みきれてないんだもん、半面しか包まれてない。これ雑。うん、でもね、味は結構ね甘党にはいいかもしんないけど、食感が鬼のように気持ち悪い。クラゲだこれ。うえこれ、これめっちゃ好き嫌い分かれんな多分。俺は嫌いじゃない。なんだこれ。でもなんか嫌いじゃないんだけど、ってなる。食感マジ気持ち悪いこれ。何このお菓子。コンセプトが分かんない。クラゲ？あ、クラゲこれ。吐きそう。半端ねえ部屋の散らかりようが。うわひどい、掃除機かけたばっかなのに。あ、キモい。これ口の中の歯の弾力がキモ。クラゲ、これ明日仏様にあげよう。食えない。マジうまい。嘘もうまい、うん、何がこれ、どこが商品レビューだこれ。全然商品レビューになってないじゃん。アトロピカーナうめえ、しびれる。トロピカラめちゃくちゃうまい。うん、というわけで暇でね、何も考えずに撮るとこうなる、毎度のことなんだけども、俺はね、いやね、やっぱこれね、チャンネル登録者様がね1万人ぐらいいかんと商品レビューなんてやっちゃダメだね。多分需要ないでしょ、こんな底辺 YouTuber が
なんだか知らねえラスベガスでね、飲み上げてもらったクラゲみてえなね、クソみてえなお菓子を食ってね、ビレバンで買った手と足のおもちゃをね紹介してね、誰が見るんこんなん、一体ねえ、誰が見るんこんなん、一体え、これ人のね貴重な10分間をね探してね、んだかわけわかんねえクラゲとね、クラゲ土が土ついちゃったねみたいな汚ねえわけわかんねえおかしくってね手と足のおもちゃ紹介してさ、犯罪だよ嘘嘘、さっきのお菓子うまかった、ほんと嘘、今の言い過ぎた、ちょっと、うん、犯罪だね本当にこれは、うん、電波を使ったテロだよねこれはね、時間とほどね大事なものはね、これは人生においてないと思うんだけどね、その貴重なね10分ちょいをね、すいません本当に申し訳ありませんでした。というわけで、もう早々に立ち去ろうと思います僕は。はい、どうもすいません、見てくれた方いましたら愛してます。ケタ店長でした。さようなら。